ウースター、ウースター、または、ウスター、ウースターは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州中央部に位置する、都市。ボストンの西高約70キロメートル、ボストン大都市圏の西端に位置している。そのため同市は、商工業都市としての性格と、郊外都市としての性格を合わせ持っている。人口は17万2648人、2000年国勢調査。 2005年の推計では175,898人に増加している。1998年に軍政府が廃止されるまでは、ウースター軍の軍庁所在地だった。ボストンに次ぐ州第二の都市であり、都市圏人口は2010年の国勢調査で93.5万人となっている、ボストンウースタープロビデンス広域大都市圏に含まれる。 マサチューセッツ州中央部は、州の中では、比較的人口が増加傾向にある地域である。しかしアメリカ合衆国北部の多くの都市同様、ウースターでも周辺にショッピングセンターが進出するなど、スロール化が進行している。また、ウースターは、カトリック系名門リベラルアーツカレッジのホーリークロス、大学、全米トップ100位内に入る私立のクラーク大学。 ウースター工科大学など数校の大学がキャンパスを構え学術都市としての性格も持っている。ウースターへの入植が始まったのは1673年のことである。1684年には正式な村となった。1722年には町に昇格した。1731年にウースター軍が設立されると、ウースターはその軍庁所在地になった。 1776年7月、マサチューセッツ州で初めて、ウースターでアメリカ独立宣言が読み上げられた。ジョン・アダムズは一時期ウースターの学校で教壇に立っていた。退職後、アダムズは故郷のブレインツリー、ゲンクインシン氏に戻り、弁護士になった。1848年、ウースターは死に昇格した。その後、1854年に、 市立公園として、エルムパークが設置されるなど、ウースターの都市整備が進んでいった。1953年、ウースターは大規模な竜巻に見舞われた。市の大部分を破壊した、この竜巻による死者数は94人に上った。竜巻による死者数としては、ニューイングランド史上最も多いものであった。竜巻によって壊された施設の中には、 当時のアサンプション大学のキャンパスもあった。なお、現在では、アサンプション大学のキャンパスは移転しており、クイーンシュガモンドコミュニティカレッジに引き継がれている。1999年には、ダウンタウンの商業集積地からわずか5ブロック、ユニオン駅の近くに建っていた、冷蔵倉庫跡から出火する事故があった。ウースター市のみならず近隣の町からも消防隊員が呼ばれた。 消火は難航し、消防士6人が死亡した。この時殉職した消防士たちは、地元では、ウースターシックス、ウースターシックスと呼ばれている。消防士たちの葬儀は、ダウンタウンのコンベンションセンター、ダックセンターで取り行われた。葬儀の模様は、全米ネットワークで放送され、当時の大統領ビル、クリントンや副大統領、アルゴアも参列でした。ウースターは、 42.268843-71.803774に位置している。市の標高は146メートルである。アメリカ合衆国統計局によると、ウースター市は総面積99.9キロメートル38.6ミである。このうち97.3キロメートル37.6ミが陸地で2.6キロメートル1.0ミが 水域である。総面積の2.59%が水域となっている。かつては、ウースター市内を、ブラックストーン川、ブラックストーンリバーが流れていた。しかし川には暗渠化され、現在では、ウォーター通り、ウォーターストリートや、市の南を流れる川にその名残が見られのみである。市は、以下の7つの丘に囲まれ、ローマのような趣向きを見せている。 市の東端にはクイーンシガモンド湖が位置している。この湖ではボート競技の競技会がよく開催される。ボストン大都市圏はハーバード大学やマサチューセッツ工科大学をはじめとする大学が多く集まっていることで知られているが、ウースターも例外ではない。ホーリークロス大学は1843年創立の伝統ある。 カトリック系リベラルアーツカレッジで全米トップ25常連の名門である。日本の上智大学と提携しており、毎年選抜された学生を相互に留学生として派遣している。クラーク大学は中規模私立総合大学で、こちらも全米トップ100に入る実力校である。ウースター工科大学は理工系に特化した大学である。同学は マサチューセッツリスーアカデミーを併設しており、優秀な高校生に理工系の英才教育を施している。明治時代から大正時代にかけて日本の科学工業の発展をリードした下村光太郎はこのウースター工科大学の卒業生である。その他には以下の大学がウースターにキャンパスを構えている。これらの大学の多くはウースター大学コンソーシアム。 コリジス・オブ・ウースター・コンソーシアムに加盟しており、学生の単位交換や大学間のシャトルバス運行、研究資料の共有化などの協力体制を敷いている。ウースターは市内に総面積500万メートルを超える公園を抱えている。エルムパークは1854年に私有地として購入し、フレデリック・ロールムステッド、フレデリック・ロールムステッドの設計で公園として、 整備されたものである。当園は1669年に設置された、広さ3万2000メートルのウースターコモン、ウースターコモンともに、国の史跡に指定されている。ウースターコモンの南側にはバーンサイド噴水、ザ・バーンサイド・ファウンテンが設置されている。この噴水は、少年が亀に乗った像のような形をしているため、地元では亀と少年の愛の像、ザ・タートル、 ボーイラブスタチューと呼ばれている。1903年には、グリーン家が、グリーンヒルに有していた、土地220万メートルを市に寄付し、市の公園の中で最大となるグリーンヒルパークの設置につながった。2002年6月、州都市は、グリーンヒルパークの園内に、ベトナム大役軍人記念碑を設置することを決した。ウースターには、博物館も数多い。ウースター美術館。 自然科学系の博物館であるエコダリウムのほか、アメリカ古島博物館や武器、防具を集めたヒギンズ防具博物館、トイレやシンクを集めたアメリカ衛生園館博物館、アメリカンサニタリープラミングミュージアムといった一風変わった博物館も立地している。ウースターの鉄道駅、ユニオン駅の駅舎はルネサンス様式で建てられており、2000年に修復が 完了した。内部には、近郊電車、長距離列車のターミナルや各種レストランのほか、フランクリン・ルーズベルト・アメリカン・ヘリテージ・センター博物、館、フランクリン・ D ・ローズベルト・アメリカン・ヘリテージ・センター・ミュージアムもある。演技芸術のためのホールとしては、メカニクス・ホールが立地している。ダック・センターは、市のコンベンションセンターであり、各種イベントを行うアリーナを併設している。 地元アイスホッケーチーム、ウースター・シャークスはこのダックセンターを本拠にしている。ウースターの玄関口となる空港は、ボストンのローガン国際空港である。ウースター地域空港もあるが、2003年2月に US Airways が撤退してからは、同空港への旅客機の便がなく、自家用機や商用機のみが離着陸している。2005年9月、ラスベガスに本拠を置く、アレジアントエア、 がウースターとフロリダを結ぶ便の運行計画を発表した。同年12月22日には、ウースターと同社のハブ空港である、オーランドサンフォード国際空港等を結ぶ便が、テストマーケティング段階に入った。アムトラックとマサチューセッツ湾交通局、アンタのウースターユニオン駅は、ワシントンスクエア2にある。アムトラックのシカゴ・ニューヨーク・ボストン間を結ぶ、夜行長距離列車。 レイクシアリミテッド号が1日1往復、当駅にはボストン発着の編成が停車する。ウースターユニオン駅はアムトラックの他にマサチューセッツ湾交通局アンタが運営する通勤鉄道が発着し、同線の終点となっている。市内の交通機関としてはウースター地域交通局ルタの運営する路線バスによってカバーされている。ルタはこのほか。 ウースター大学コンソーシアムに加盟する大学間を結ぶシャトルバスも営している。市の南を週刊高速道路 I-90 が東西に走っている。I-90 は大陸を横断する幹線でボストン都市圏内ではダウンタウンから放射状に伸びる高速道路の一つとなっている。ウースター市内へは I-90 の支線である I-290 が通っている。 ボストンは東へ約 70km、所要約50分である。また、ウースターから北へは I-190 が伸びており、ダウンタウンの北で I-290 から分離する。また、I-290 は I-90 との合流点からさらに南へ I-395 として伸びており、コネチカット州のニューロンドンへと通じている。 1> 約1 1 7トル所要約70分。ウースターの成功では i-84 が i-90 から分離し、ハートフォードへと通じている約1 0 2トル所要約1時間。ニューヨークからは約2 8 5トル所要約3時間20分である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。 基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。